きてるか分かってない人大半だと思うんですけど、僕たちもです。はい、まあ、経緯を説明しますと、まあ、もともと、龍と千田と僕で、2年生の夏かな、オールナイトで、試写をコピーしまして、で、この前のね、本来やるはずだったオールナイトで出るはずだったんだけど、まあ、まん延防止でね、なくなっちゃって、で、まあ、どうしようかなって時に、企画者のね、ユーコンから、直々に試写も出てくれと、オファーをいただきまして、無事出演することができました。ありがとうございます。で、今回ですね、普通にこう4曲やるとかじゃなくて、自分たちのつなぎを全部考えてメドレーで持ってきたので、多分知ってる曲がね、1曲2曲はあると思うので、ぜひ楽しんでください。お願いします。今2部まで終わりました。そうですね。なんか今でこそ千田君はですね、普通にベース弾いてますけど、実はその2年前の夏のオールナイトからベースを俺らが弾けっつって弾かして、
そしたらなんか気づいたらベーシストになってたっていう経緯があって、エモいよね。他のビジュアルだけマジで無理なんだけど、セミナーが一番何気で気持ち悪いよ。なんだろうな、あ、なんか僕ちょっと2月の中旬ぐらいから3月の頭ぐらいまでずっと体調崩してて、でなんかもうやることないからずっと家で YouTube 見てたんですよ。で、あの試写のコピーするから試写の、あの YouTube 見ようかなと思って、で試写の YouTube 見てたら、あのとあるライブ動画に、まあ、今1人目でちょっと分かんないかもしれないんだけど、あのメイちゃんが映ってる動画が実はあって、もし時間があったら探してみてください。探します。じゃあラスト第3部始めます。お願いします。You are
Thank you.